バークビーティテーブースはカナダ出身のバスケットボール選手、指導者である。2018年より W リーグの富士通レッドウェーブでヘッドコーチを務める。選手としてはツアーチームを経て日本、カナダ、ドイツでプレーする。指導者としては2011年より兵庫ストークスの指揮をとり2012から13シーズンに JBL2 で優勝する。その後、 富士通レッドウェーブにアソシエートコーチとして入団し、2014年よりヘッドコーチに昇格。ヘッドコーチを務めた2シーズンはいずれも決勝戦まで進出した。名前の BT は本名であるバーク・テーブスを略したものである。ウィニペグ大学卒業後、プロを目指す選手たちが各地に遠征して試合を行うツアーチームのアスリートインアクションに加入した。 1990年から2年間は、日本の実業団チーム、黒田電機、ブリッドスピリッツでプレー。その後カナダのウィニペグサンダーに所属する。この時、ウィニペグサンダーのヘッドコーチだったヘンリー・ビビーに、指導者への転身を勧められるが、テーブスは、選手生活を続け、ドイツのスタイナーバイロイトでプレー。ドイツでは、プレイングコーチとして、ユースチームの指導も兼務した。 1996年に引退し、指導者を目指す。カナダに戻ったテーブスは1996年から母校ウィニペグ大学のアシスタントコーチに就任し、コーチングを学ぶ。翌年には、日本人の女性と結婚し、神戸市に移住。2005年から12年まで、神戸市のカナディアンアカデミーの教員として、同校のバスケット部を指導。 2011年からは教員を務めながら、兵庫ストークスのヘッドコーチを務めた。ストークスでは、JBL に2012から13シーズンに優勝し、チームを JBL 昇格に導いた。2013年に富士通レッドウェーブのアソシエートヘッドコーチに就任し、ヘッドコーチの矢部内夏美を補佐。2014年には、矢部内の退任に伴い、ヘッドコーチに昇格した。 テーブスが指揮した WJBL2014 から15、WJBL2015 から16の2シーズンはファイナルに進出したが、いずれも JX、エネオスサンフラワーズに敗れ準優勝に終わった。2016年、サンドッカーズ渋谷のヘッドコーチに就任、レギュラーシーズンを32勝28敗の地区3位で終え、プレイオフに進出。プレーオフでは、初戦で、 川崎ブレイブサンダースに敗れた。シーズン終了後、テーブスはヘッドコーチを退任した。2017年7月、富山クラウジーズのアシスタントコーチに就任。2018年6月退任、同月富士通レッドウェーブのヘッドコーチに復帰する。日本人の妻を持つ。長男のテーブス界もバスケットボール選手となり、2013年からは、 年代別の日本代表にも選出される。2015年にはアメリカの学校に転校し、以来アメリカの学校でプレーしている。ありがとうございます。